ことで食べるのが早いとか、うん、まあその時ま漫画なんかやってる愛する方が幸せやと思う、あ、眠るじゃん。ロシア、成長は関西、舞台は東京、ピロシキーズです、はい、アレちゃんはあのお友達の前でこれをやるのが非常に恥ずかしい様子で、みんなもちょっと小バカにした目で見てます。そう、こんなことやってるのか普段この女はって思われてるよ。まあ今日は何をするかというと、この見てください、全員ロシアの女性です。今まで散々ロシア女性のディスをね、動画の中でかましてきたこの私たちがこんなところにいていいのかっていう雰囲気があって、そう、もしやね、なんか寝てる間とか殺されるんじゃないかとか思ったけど、一晩実はここに富士五湖のね、川口湖のほとりにあるコテージに来て寝ました。本当は昨日この動画をね、撮る予定やったんですけど、みんなやっぱロシアの方やからお酒がね入ると到底撮れるような状況じゃないということで、もうやばい方ね、あとはもう私なんか逆手元になってきて。今日のね、テーマはここ日本にみんな長いこと住んでます、うん、何年？10年目。10年目、何年？20年以上です。20年以上、7年。3年。じゃあ、で、その日本に今住んでるロシア人は日本人とロシア人、まあ、もしくは外国人。はい。いや、待って、どの男性が好きなのかっていうのをちょっとズバリ聞いていこうかなと。イエーイ。じゃあまずみんなちょっと手を挙げてほしいんですけど、私は日本人が好きだよっていう人。はい、はい、外国人が好きな人。じゃあ帰れよ。帰れ。なんで、ね、なんで、日本人が好き。好き。どういうとこが好き。みんな日本人じゃなくて、ちょっと関西の方が日本人。あ、やっぱり関西寄りの男の子が好きってこと。なんでなんで。例えば東京の男性は格好つける、いつも冷たい。どんな風に格好つけるの。コーヒー行きましょう。うん、行こうか。おお。関西人は、関西人はどう。関西人はなんか、イエーイ行きましょう。でも、大阪人はバイク乗ってセクシーとか言ってた。何回もしたり。え、でも、もしじゃあ外国人がうん、セクシーってやったら好きになる。気持ち悪い、気持ち悪いって言った。じゃあもうタイプなんや、多分白人よりもこうアジアの人がもうタイプ、タイプ、エッチしたい。はい。もう入って即答じゃねえか。よかったよかった。まあ嘘つかないようにもちろんそう。ありがとうございます。今日嘘なしでお願いします。そうね、外国人がいいの。外国人がいい。なんで。外国人か日本人のハーフとか。日本人だけど育ちは、育ちと生まれは外国の方がいい。なんでなんで。あ、自由でしょ。日本人はあまり自由じゃないし、気持ち見せないし、ちょっと冷たい気がするから。日本人はあれやで、結構うるさいな。早いな。日本人は以心伝心やね。わかる、以心伝心。言葉はいらない、優しくする必要もない、でもラブはお互い言わなくても分かるっていうラブが好きなのよ、日本の人。なるほど、なんか味噌汁作ってみたいな。そう、だから、そう、でもそう、いつも私はあなたに味噌汁作ってるんだから、そらラブよって。で、男も別に何か言わへんけど、いつもあなたの味噌汁食ってるから。違う。それは普段の態度で示すっていう。外国の男はさ、うん、チュキチュキチュキって言って、そんで外行ってさ、ブブブブブって言って他の人とまた好き好きするやん。すぐ浮気するやろ、あいつら。日本人はしないの？あのね、するでしょ。するんだけど、でも日本人の浮気はもう悪いことしてるって思ってる。もうずっと浮気してる間もずっと、どうしよう、悪いことしてる、悪いことしてる、あ、でもセックスしたいみたいな、その感じで。でも外国の男は、うん、もう一人欲しい
ぐらいの 悪さがない感じ。まあ、あの後で例えば浮気バレても言い訳するよね。だってそんなしょうがないじゃんみたいな、なんかちょっと開き直る人が多い気がする。もう分かんない、私の彼氏大丈夫でした大丈夫でした。じゃあよか、大丈夫でした。でもじゃあ日本人でもし例えばその好き好き好きみたいな、うん、でも日本人と付き合ったことあるから。あ、本当、うん、どうだった？楽しかったよ楽しかったけどやっぱりあのフィリング合わないと。どういうとこが？なんか気持ち見せない彼から。うん、そう、ずっと私見せてるだけ。自分の I love you とか言わないし。どんな風に見せてたの？ちょっと見せて。例えば I love you それもその、 あの歌舞伎町におるキャバクラの女やで、もうなんかその変に I love you チュキチュキとか言われるよりも、うん、なんかお互いちょっと冷めた感じやけども、でも実はお互い一番好きっていうのがこう分かってるみたいなのが、なんかあ、ロマンチックって思っちゃう逆に。難しかった。難しかった。いや違うね。日本人のなラブは難しい、複雑やねん。こう、いやみんな一緒じゃないからさ。好きじゃなくて、うん、こうなんかこう好きだけど言わないけど、でもこういうところは見せるけど、でもここはちょっと意地悪してやるんだ。いや、もうちょっとまっすぐな道が欲しいね。まあ例えば寝てる時にその布団かけてくれてた。あ、布団かけてくれてた、嬉しいわ。そうそうそう。私好きだったの。え、でもそれ日本人やるやん。なんかそれ、そう、それ、あ、やるやる。でも外国人は布団かけてあげるんじゃなくて、おはよう。寒いやろ、 I love you。 かけてあげるよでも布団あげてあげる。一つ問題は日本人は布団あげるけど、だいたい私が好き見せないように好きじゃないと言ってる。別にかけてあげたけどお前のこと別に好きではないから見勘違いするのよみたいな。ああ、そう。一言が積んでる、積んでるみたいな、うん、積んでる。そう、だからそういう時はな、とか言って、好きなんでしょ、チュキチュキチュキとか向こうは喜んで勃起してエッチよ。だからそれ、そのパターン分かってへんな、まだ日本の男の扱い。そんな簡単だったの？そうや、そうや、やってみます。そういう、そういうやつには本当好きでしょってやってやったらチュチュポチポチ。え、どうなん？一番面白そう。ベラニカ、ここが一番問題児なんですけども。問題児、ベロニカ。そう、一応幼稚園の先生らしいですベロニカはもう長いこと日本にいるけど、日本人と1回しか付き合ったことない。もうヤクザみたいにな、1回10年で1回しか付き合ったことない。もうちょっとそっちに乗って。え、映ってない。あ、ほんまや、映ってないやん。ちょっとやっぱりにしよう。痩せたね。いました、ここに一人いました。じゃあ10年間日本にいて、今は日本人、外国人付き合って外国人が好き。そう、外国人。なんで？男らしいの男性が好き。でも日本人はちょっと女らしい。男らしいはどんな？なんかすごいアクアマンみたいとか。アクアマン、すげえ。すげえ。え、毛むくじゃらでもいいの？もう 毛だらけとか。もうそう、毛だらけ。あ、それがいいんだよ。もうね、もう毛ばっかり。毛ばっかり。じゃあもう日本人は無理だな。毛だらけ。結構日本の人はあんま毛だらけじゃないもんね。全部大きいが好き。日本人は小さくない。小さくないよ。意外とな、意外と小さくない。私の経験はいいこと。なんか、あ、小さくなかった。小さくなかった。でも今までで一番大きかった人は何人やった？日本人じゃなかったけどなんか日本人がな、いつもこのサイズ問題になったら、大きさじゃない、硬さやっていうのよ、うん、なんか外国の人はちょっと柔らかいけど、大きいけど柔らかいっていう風にみんな言うのよ。日本の人は硬いよ、だから硬いが一番大事っていう。まあ私は全部大丈夫。硬い、長い硬い、長い、毛むくじゃら。え、でも今までさ、日本人と付き合ったじゃん。なんでどんな人やったの？うん、なんかうるさい、文句ばっかり。恋しないで、ここ食べないで、恋言わないで。日本の決まりがいっぱいあるから、ちょっと例えばこう公表の場でこれしてはいけないよとか、迷惑を言ってます。でもすごい、外から見られるのを気にするんや。そう、やっぱり外国人そんなに言わないよね、うん、え、日本人はもうチャンスなし？わからない。なんでそうやってんの？わからない。ちょ、悪い読んないで、これ。わからない。悪い読んで。見てこのスマップの人の有名の人だ、米の木のラインの。キムタク？違う、なんか人。
え、スマップ？なんか、そう、マスカ、嵐じゃなくてスマップ、そう、マスカレードホテルも出てたの。そう、木村拓哉。木村拓哉？そう、木村拓哉。だから、今言った。そう、だから木村拓哉若い時、私たちのタイプ、3人で。え、でも全然、全然アクアマンちゃうやん。アクアマンじゃない、でもかっこいい。もうなんだ、木村拓哉。キムタクだったらみんな好きよ、それは。キムタク一人勝ちかよ、もう。ねえ、もうキムタクなら誰でも大丈夫。でも日本にいる外国人ってさ、あんまり仕事ちゃんとしてない人多い気がするんよ。モデルさん。モデルとか嫌や。でも男の俺モデル嫌やねんけど。男のモデル好き？恋愛できる？好き。みんなな、あのモデルの男な、俺一緒に写真撮るやんか。足元見たらな。だからカメラマンの仕事やってる。カメラマンをやってるから。あ、そうか、カメラマンやってる。自分で稼いでるからな。だから男に稼いでもらう。いや、逆に自分はあんまり払わないよ。そう、そんなに男の分は絶対払わない。割り勘か男が払うか、まあ、密がないって。でも男はモデルやったらそんな儲かってないやん。少ないよ、モデル。まあ、人によって、人によって。じゃあキムタクやったらバリカンじゃなくてもいける、うん、あ、ちょっと払ってあげてもいいの。いや、やっぱり男だったら男を超える。俺の中ではな、男はじゃあ払います、ちゃんとセックスしてくださいと俺は思う。いやなんでやねん。いやいやいや、このお金はこのセックスのために払ってんのよ。ちょっとそれは私たちの。ちゃんとマナーを開いてお金に。したいわけ、そのお金払ってる間。セックス、セックス、って思ってるわけ。あー、ちょっと連発しないで。もほとんどの女の子も同じ。私たちもずっとセックスのこと考えるじゃん。女の子もセックスのこと考えてた。じゃーん。だから男がもし払ったら、あ、これこの後セックスせなあかんなって思わんとあかんで。いやー、ごめんね。最低やな、もう。もう今ってめっちゃ批判やね。今もうみんなからでーってやられる。セックスしないといけない。だから、そう、だから払うんやったらそういうことになるから、あ、大丈夫大丈夫大丈夫、あの、割り勘しましょうって。え、でもそんなコンビニとか払う。ロシアの女の子は慣れてる。男が払うのを慣れてるから、元々。あ、ロシア人の。でもさ、それ男は何のメリットがある？何のために払うの？男はジェントルメンだから。ジェントルメンかどうかとか、時間、私とどうやって会話するとか、私のため何をする、私こういう競い合ったりする。私とりあえずももかの自分のこと使ってるね。例えば男性たちで綺麗女の子が好きでしょ。香水とか3万円とか、ヘアサロンとか、うん、男の服の方が高いです。男もめっちゃ金かかる。いやいや、かかるかかるかかる、かかります。今2020年、何をするのっていう話だ。まあ、だからこれするしかないわけよ、あと残ってることって。多分何それ、これする、何それ。ちょっとやめろ。でも男性は女性にもっとあげるとき、もっと大事にするんじゃない？だから自分でも、それも結局自分を大事にさせるために向こうに払わせたいってことやろ。日本語わからないから、だから日本語わからない。男が払った方が女を大事にするってことでしょ。そう、うん、そうなの。わかるんやけども。わかるんかいな。なんかみんなは愛されることしか考えてないんじゃないかなって思っちゃう。愛することはあんま考えてないなって思っちゃう。それで愛されるのと愛する、自分が愛する、好き好きってなるんやったら愛する方が幸せやと思うね。私もそう。そうやんな。愛する、愛する方が幸せやと思う。あ、うん、眠るじゃん。まだ違うか、まだ終わってない話。でも今の話は自分が愛されることのことばっかりになってモテるから、自分を愛してあげた方がいい。やっぱりちゃんと対等な立場で付き合いたいなって思う。相手と自分はどっちが上とかないようにしたい。やっぱ自分もしね、自分は金を払ってたらこっちのが偉いってなる。自分はだってこっちのがお金払ってんねんから
こっちが偉いやろって、それはもちろん言葉には出さないけど、でも暗黙の雰囲気で分かるよねって、こっちの方がお金出してるよねこれって。よしプラス、昨日あなたコーヒーをおごったから私の方が上。いやそうよ、そうよ。あと外国で例えば女が払いたいとするにしたら、そう、男はたまに怒ってるだみたいな、怒ってる。なんかでも海外多いねそれ、なんでかわかんないけど、その友達でも、あの恋愛じゃなくて、多分そういう意味では海外の方が遅れてると思う。日本の方がちゃんと進んでると思う。だからもしかしたらあんたが言ってるようなことじゃない、海外の男は自分が上の立場に感じたい、ね、上がいい、だからあなたに払うしあなたの面倒見る、でも俺が上だからね。そうよ、俺それすごい思う。外国人の方が俺の方が上だと思ってる女より。そう、日本の侍の文化ってそうやね。例えばレディーファーストとかもさ、あやちゃん言ってたけど、欧米の意味は先に入らせて、女がもしここに悪い人がいて殺されても男が生きてたら大丈夫だからって。でも日本の侍文化って男が先を歩いて女が三歩後ろをついていくっていうのが侍文化やな。でもそれはなんでかっていうと、男は刀を持ってて何か来た時に殺せるためなのよ。欧米は逆なの、女を先に歩かせて危険なものがあったらここは殺されてもいいよ。でも時代は変わってるから、時代に人もちょっと変わった方がいいのかもしれないっていうのは思う。いやいや、だからみんな日本の男はもう死後禁止二人で日本の男はこう女に優しくないみたいに結構思ってるけど、本当の心の中で見た時に多分俺日本の男の方が女を大事にしてる気がする。優しい優しい、いつも歩く時車、男性はなんか車の近くに歩いてる、これは日本人ちゃんとしてる。そうですね、まあ、私ね、これがなんかすごいキュンってきた、あのなんかあの、あってなったのが、あの例えば車で一緒になんか乗ってた時に、あの急ブレーキ、ブレーキ急に押す時に、うん、これをして、ね、やってくれんのよ。あのやってた時にこうなんていうの、急ブレーキだからこう、そうそう、やってくれる、乗ってくれたりするのが、やってくれるよ日本の人。普段まあ好きじゃないみたいな感じでツンとやってんのに、うん、そういう時だけ急にこういうのがあると、ってなるわけよ。そう、その方がドキドキが強いのよこっちは、うん、やっぱ好きやったんやって。だからそういう、いや、ただでもファイスまでいたかっただと違う、いや気をつけて気をつけてもう一回ブレーキ何回よ何回はもう嫌や、ちょっと待って、こういうロシア女嫌。じゃあに限った場合は、日本人と外国人どっちがいい？一晩のセックスだけ、例えば。アクアマン。やっぱりアクアマンがいい。もうアクアマン行けやもう。ね、もうアクアマンに連絡しましょう。え、でもその日本の人と外国の人ともやったことあるってことでしょ？なんかどっちが良かったの？どっちが上手いかなと思うとか、大事にされてるとか思うの？エッチ終わった後で冷めるのが早いとか、あとはエッチ始める前のこの最初の前戯っていうねんけど、それが短いとか、人による、国よりも人の方が多い。でも何かが似てたりするじゃん。友達の彼氏ですけど、彼女はなんかブルージョブをやった時、漫画読んだことあるよ。仕事した時、彼はその時漫画なんかやってやって、あ、ここ面白い。携帯漫画じゃない。普通の漫画？セラム？次に変わって、おしごきよ。でも日本人はなんか終わった時すぐ片付けるみんな。あ、片付ける。あ、ティッシュはどこどこどこ、ティッシュ。だけど外国人はなんかもう終わった何も片付けないみたいな。どっちが好きよ？片付ける方がいい。片付ける。もういい。私聞いたのが日本人でバケ舐めるが好き。なんか全部舐めるが好き。全部舐める好き。耳舐めるのも好きやし、あと眼球、目の玉を舐めるのが好きな人もいる。何それ目の中。玉？目。でもそれは舐められるのが好きな女が多いから舐めるっていう人もいる。まあ、ということで何もまとまりませんでした。何もまとまらないの。何もまとまらず、みんなおのおの自分の性癖を語っただけで、日本人がどう外国人がどうってのはあんま関係なさそうやったな。また今度パート2 パート2 じゃあまあそういう感じで、以上
現場からお送りしました。バイバーイ。